ジェネレイティブ AI の生かし方とジョブズのコネクティングザドッツ。7分間でワクワクするビジネスが見えてくるチャンストゥーチャレンジ、中島誠司のビジタツセブン。第193回目のテーマはジェネレイティブ AI の生かし方とジョブズのコネクティングザドッツということで、コネクティングザドッツシナジーという、まあこういう概念図をもうだいぶ前にこれ作ってるんですね。はい、ジョブズの顔があります、はい、ちょっとこれ違うんですね。グラフが上がってくるとちょっとこう笑ってますね。はい、そんなことはどうでもいいんですが、さてこのところ私が新時代を生き抜くリテラシー AI ドリブン、まさに AI ドリブンの働き方生き方の時代が始まっていると、いや本当にこう AI があるのが当たり前と、それをベースにしてどう私たちは、まあ、次なる人間だからこその働き方を見つけていくかっていうことが求められている。はい、そして AI ドリブン時代の人間の役割ということで、ジェネレイティブ AI が有能なツールになればなるほど、そして合理性に優れている AI が浸透すればするほど、人間にしかできないことをすることこそが人間の仕事になってくると言っているわけですね。だからこそここで私はコネクティング・ザ・ドッツというこのジョブズのスタンフォード大学の卒業式でのスピーチ、そのスピーチではこのコネクティング・ザ・ドッツとステイ・フィリッシュ・ステイ・ハングリーというこの言葉の2つが非常にこう注目をされたわけです。その中でも私が今回注目しているのはこのコネクティング・ザ・ドッツということなんですね。さてなぜかジョブズと中島誠司がこう、ね、並んでますね、実は同い年なんですね。1955年の私が1月生まれ、ジョブズが2月生まれということで、今回ここには深い部分ではそれほどこう関係ないんですが、実はこうやって比較までしてますね。これジョブズ こんなにあ、ちょっと関係する話をしましょう。はい、実はジョブズというのはコネクティング・ザ・ドッツというこの言葉を出した理由の大きなものに、若い頃、大学時代なんですけども、大学1年生で実はねもう自分がねパソコンを作るんだっていう目標が見えたことで大学を辞めてしまうわけなんです。大学辞めた割にはこそっとカリグラフィーの授業だけは出ていたんです。あれ、このドットすなわちこのカリグラフィーが好きで出ていたことが、実はのマッキントッシュはたくさんの書体を持ち、まあ色もつけられる展開になって、まあ多くの世界のデザイナーたちが、いやいやそういうこうねデザインを関係するような人たちが使うマッキントッシュになったということなんですね。だからいかにそのちょっとしたドットがその後にどう活躍するかと、いや実はここで強調しているのはそこだけじゃないんです。実はこの歴史、私の歴史はどうでもいいんですけど、これ一応同い年だということで比較しただけなんですけどね。ご存知のようにこのジョン・スカイリーという社長を実はジョブズが口説いてこのアップル社に入れたんですね。お前はいつまで砂糖水を、ね、作ってる仕事をしてるんだとコカ・コーラにいたわけですからね、この社長はね。でこれ引き抜いてきて、そして結果入れたんですが、そのジョン・スカイリーによって解任されるんです。でジョブズはもう会社から追い出されたということで、まあ、取締役会で負けたわけですね。ということで一回出るんですが、そこでこのネクスト社を設立する、これは OS の会社ですね、コンピューターの。そしてピクサー社を、まあ、M&A して、まあ、する。実はこの2つの会社があったからこそと、まあ、もちろんネクスト社なんですが、これがあったからこそまたジョブズがこのアップル社にこう戻ることになると。そして、まあ、また CEO という就任になったのが2000年ということですから、皆さんご存知のようにアップルどころではなくて、その後の iMacから iPod から iTunes から、そして2007年の iPhone の発表まで、これはもう全部ジョブズがこう関わってプロデュースしていたということになっています。でここに戻れたのも、実は話を戻しますと、先ほどあったやっぱりネクスト社を作ってたからなんですよ。
ピクサー社も今ね、アップル社のご系列になってるとも、それもそれがあったからなんです。いや、またピクサーが売ったんですけどね、それは置いときまして、ですからそのドットが、実はジョブズが言ってたのは、それが実は戻る理由になるわけではないんだけど、とただ自分が好きでやっていたそのネクスト社であったりピクサーであり、それが結果的に結んだ時にまたアップルに戻ることになったということで、あのね、コネクティング・ザ・ドッツという言葉があの大学の卒業式で使われたという話なわけですね。ということで、私が今回強調したいのは、やっぱりコネクティング・ザ・ドッツだぞと。だから人間にしかできないことってことは、あなたができることをどうやって点を打つかっていうことだってことなんです。好きでいいんですよ。自分の趣味でもいいんです。仕事でもいいんです。いや、好きだからこれやっていたいから、中途半端はダメなんです。ドットとして言えるほどの、そんな、その競合の中で100人に1人にならなくてもいい、30人に1人でいいから、そのぐらいに選ばれるぐらいのドットの打ち方はしないとダメだと。これはやってきたと堂々と言えるもの、そのぐらいの点の打ち方をいくつかする。それは趣味でもいい、いやスポーツでもいい、いや仕事でもいい、いやもっと言えば何かの自分のその仕事の中では、間違いなくかなりの手だれだぞということでもいい。で、それをいくつか打ってることが、まさに人間にしかできないような、あなたにしかできないことになるよっていうことを私は言いたいわけなんですが、最後にここにこんな風に書いてあります。 AI ドリブン時代においての私たちの役割は、新たな発想や経験を通じて AI を導き、最終的な判断を下すこと。ビジネスだけでなく、趣味や特技も私たちのドットであり、これまでの積み重ねが意味を持つ時代、 AI を使いこなすためにもコネクティングザドッツ、未知の可能性を探求し、 AI とともに進化していこう。私たちの経験や知識、感性を信じて、コネクティング・ザ・ドッツということなんですよ。皆さん伝わったでしょうか。やっぱり私たちっていうのは、やっぱり好きでいいんですよ。で、どんどんその自分の、まあ、趣味、趣向、いや仕事重要ですよ。どんな仕事のどんなやり方をしてきたか、それをきちっとこう深掘りしていくって、その時に間違いなくこれは一つのドットとして言える。で、それらのドットを仕事場だけでもいいですよ。そこに趣味がポンと入っていく、それらが実はこの AI 時代にとっては、人間だからこそできる感性を養うことができたり、またそれだからできるノウハウがそこに溜まったりするっていうことを言いたいわけなんですが、皆さん伝わったでしょうか。ジェネレイティブ AI の生かし方と、ジョブズのコネクティングだぞっつというお話でした。ドットウッド。